短い時間ではありますが、いい時間を一緒に共有していきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。今日は体幹トレーニング、踊るために必要なインナーパートレーニング、アウトマッスルじゃなくて中の方を鍛えて、上半身と、あとはお尻もうちょっとやっていきます。その体幹を支える上でのお尻って土台になるので、では手前で合掌、肘同士グーッと中に寄せたまま上下バウンスしていきますと、内側の筋肉引き締めていきましょう。はい、はい、行きます。せーの、帰ってきます。右向いて寝たまま膝少し曲げます。でこのまま上の方の足をパカッと開くようなイメージ、こう足を開く、そう、あの足をこう上に引き上げると前ももの筋肉きた、ついちゃうので、開く開く、この次はアイソレーションに入ってきます。体の可動範囲を広げていく作業になります。でアイソレーションをやる上で、意識してほしいのが、今頭を前に動かしてる、横、サイド、後ろっていうのを頭の中でちょっとこうちゃんと思考回路として考えてあげてから動かすことで、そこが活性化されていくの。においてもやっぱこの首肩周りって、ここが柔らかいだけで、例えばこう手サイドにするのも一個抑揚が出たりとか、この伸びが上半身の特に柔らかさ、妖艶さとかにつながってくるので、ここら辺は常に肩甲骨を動かすことからぜひちょっと始めてみてください。このまま前、後ろと、フリーレに入っていきたいと思います。でアイソレーションがなかなかこの作品にこう活かせないっていうちょっと悩みを、事前に聞いてたので、じゃあ今日はアイソレーションをたくさん使ったのをやっちゃおうじゃないかということで、あ、そう、アイソレーション使ってあげて、ブンカッ、そうで、これはたくさん下に入らなくても関節グッと動かしてあげることで体がすごい出てきます。さあ、このアイソレーションあるじゃない、そう、この上半身、これをぐーっと音、さあ次の音が来るまで手と足だけで終わらせずに、そのぐーっと引っ張ってあげる。もう一回こっちに振ってから入ってあげると、そう、反対の法則、よく私ツンデレの法則って言うんだけど、普段ツンとした人がさ、ありがとうっていきなり言われたら、あら、何、どうしたの、えっていうなるじゃない、これ誰でもなるでしょ、なるでしょ。
で踊りも私一緒だと思ってて、このゆるいところにグッて止めるものがあるから緩急が見えて、心がえ何ってこう掴まれる。しなきゃいけないっていうのはなくていいのかなって思ってる、はい、その変化を楽しんじゃう、楽しんじゃうのすごいその先生が毎日その意識してる愛それとか毎日してるルーティーンとかってあったりしますか？私が普段気をつけてるのはやっぱり肩甲骨周り、肩周りは常に柔らかくするようにしてる。その完成に向かって気をつけてるってうまく説明できないんだけど、なんか我が子を育てるようなそういう気持ちで、なんかね、作品を可愛がってあげるとなんかね、愛で包まれる。愛を持って本番まで作ってってあげると、それがね、出てくる。またなんか世界大きくなっちゃったね。愛ですよ